ギターショップグライドの梶谷です。今日はギターの音詰まりを生む原因としてもよくある例、フレットの浮きについてお話ししたいと思います。よく巷でフレット浮きと呼ばれているのは、指板とフレットの間に隙間ができてしまう状態です。このフレット浮きという言葉に馴染みがない方も多いと思うんですが、症状としては非常によくあります。メーカーであったりグレードを問わずに本当によくありますね。当店でも毎日たくさんのギターを見させてもらっていますが、フレット浮きがあるギターというのは本当に多くあります。それぐらいありふれた症状でもあります。フレット浮きという状態がどういったことを指すのか図説したいと思います。例えばですが、ネックを横から見たとして、こう指板があるとして、でフレットはこう打たれていますね。このように付け根があって、フレットにタングと呼ばれる付け根があって、でフレットを打たれている。フレットが浮くというのは、まあ、こういう状態ですね。指板とフレットの間に隙間ができてしまう状態です。かなりなんか雑ないですが、まあ、隙間ができちゃってるとご理解ください。要は指板とフレットの間に隙間ができてしまう、まあ、こうフレットがこう、まあ、まさにこう浮いてしまっているような状態ですね。フレット浮きには大きく3つパターンがあります。今度はネックをヘッドか付け根の方から見たとして、いわゆるこう縦方向に見たとして、そしたらこう指板の R がありますね。まずよくあるパターンの1つ目が、フレットの端が浮くパターンです。こうフレットがある、まあこう6弦で1弦側だとして、16弦側に隙間ができてしまう。指板は木材でできていますので、やっぱりこう経年であったり気候の影響であったりで変形したり収縮したりもするんですね。そういった動きが出た時にフレットの R と指板の R が合わなくなっている、そういった状態です。この例の状態は指板の R よりもフレットの R の方がフラットになっている、そういった状態です。16弦側両方浮いている時もありますし、1弦側もしくは6弦側片方だけが浮いている、そういった状態もよくあります。よくある例の2つ目、先ほどとは逆のようなパターンです。フレットがこのような感じになっている。こうまず 3,4 弦側がちょっとこう浮いているような状態です。先ほどとは対照的に指板の R よりもフレットの R の方が強くなっているような、そういった状態です。そして3つ目、よくあるのがこういった感じですね。全体的に浮いている、こう付け根がこうも浮いちゃってるような状態ですね。フレットの食いつきがこう少しこう弱くなってもう浮いてきたような状態です。大きくはこの3つのパターンがよく見られます。フレットが浮いていると聞くと、おーなんかもう状態悪いなって思うかもしれないんですが、本当によくありますフレット浮きは。そしてフレットが浮くこと自体は悪くないですね。もう自然なことと言ってもいいぐらい本当によくあります。ただその浮いたことで影響があるんですね。その影響が音詰まりです。ネックを横から見たとして、これが指板で、ここがヘッド側で、こっちがブリッジ側だとします。そしてこうフレットが打たれていて、そしてそのもう一つブリッジ寄りのフレットが浮いているとします。指板とフレットの間にこう隙間ができちゃっている状態です。こうなりますと、このフレットのポジションを押さえた時にこうなっちゃうんですね。この浮いてるフレットに弦が干渉してしまいます。これでビビリが出ます。フレットの浮きの度合いが強ければ強いほど音詰まり感は顕著になってきます。実際のギターでそのフレットの浮きの影響を説明したいと思います。こちらのギブソンレスポールは音詰まりへのお悩みから調整のご依頼をいただいたものです。もう目視でわかるほどフレットの浮きが目立っている箇所がありますし、全体的にももう浮き気味だな
という状態になっています。例えばですが18フレットの浮きが目立っていますので17フレットを押さえると顕著にこうビビっていますね。先ほどの図のように17フレットを押さえた時に18フレットが浮いていて弦にフレットが干渉しているそういった状態になっています。あと目立っている箇所ですと例えば1弦3フレットこういったようにフレットの浮きがあると顕著な音詰まりが出ることが多いです。ではこのレスポールをフレックで測定して実際にフレットの浮きの度合いがどれほどでどういった影響があるのかというのを可視化してみましょう。こちらがプレックで測定して可視化したネックの断面図です。ネックを横から割ってみた視点です。画面見て左側がヘッド側で、右側がボディ側です。この下の灰色の部分が指板。ネックの反りも表します。そしてこのギザギザがフレットで、フレットの上の数字がフレットの高さ、単位はミリです。フレットの高さと言いましたが、厳密に言えば、指板とフレットの頂点との距離です。そしてこの赤い折れ線がフレットの頂点を結んだ線です。1弦、2弦、3弦、4弦、5弦、6弦今回はこのフレットの上の数字つまりは指板とフレットの頂点との距離に着目します。各弦を見ていきますとフレットの高さにかなりばらつきがあるのは分かりますね。例えば1弦側は 1.1 ミリ台のフレットがいくつかあって 1.2 ミリ台のフレットがほとんどですね。こう見ていきますと3弦になるとほとんどが 1.2 ミリ台から3ミリ台4弦も 1.2 ミリ台 1.3 ミリ台がほとんどですね。そして6弦は 1.2 ミリ台がほとんどですね。このように 1.1 ミリ台から 1.3 ミリ台までとかなりフレットの高さに違いがあることがわかりますね。これはフレットの浮きがあることを表します。本来のフレットの高さは 1.1 ミリ台のはずなんですね。ですがほぼ全てのフレットが全体的にであったり部分的に浮いていて高さにかなりばらつきが出ています。例えば1フレットを見てみましょう。1弦が 1.19 ミリに対して6弦に行くとどんどん上がってきて6弦で 1.34 ミリつまりは6弦側が浮いていくような浮き方をしているんですね。あと先ほど音が詰まっていた1弦3フレットも3フレットと4フレットでフレットの高さにギャップがあるのが分かりますね。これは4フレットが浮いています。あと顕著に音が詰まっていた17フレットここも17フレットと18フレットで高さにギャップがありますね。これで弦の振幅にフレットが干渉してしまっています。あと例えば10フレット1弦が 1.2 ミリで4弦が 1.35 ミリそして6弦が 1.28 ミリとこれは3、4弦側が浮くような浮き方をしていますね。ですのでこのギターのフレットはほぼ全てのフレットが全体的にであったり部分的に浮いています。もちろんネックの反りの個性の影響もありますがフレット自体の高さのばらつきが目立ってフレットの頂点を結んだ線がかなりガタついているのが分かりますね。ガタつきが大きいですね。こういったガタつきは単純にビビり音詰まりを生んでしまいます。今見ていただいたようにフレットの浮きの性質やその度合いによって音詰まりが生じます。このレスポールの場合は全体的に浮き気味でかつポジション弦によってこう浮きの度合いが違うことで音詰まりが生じていました。このレスポールの場合はフレットの浮きの箇所が非常に多い例ではありますが部分的に一つのフレットだけが浮いているというのもよくあることです。例えばですがこの音だけが異常に音が詰まるとかそういったことを感じることがあればフレットが浮いていることが多いです。そして何度も言いますがフレットが浮いているというのは本当によくあることです。メーカーさんであったりグレードを問わず本当によく起こります。
傾向としてはある程度年月が経ったギターにあることが多いですね。やっぱりギターは木材できていて、指板も木材ですから、こう経年変化であったり、まあ、収縮であったり、そういったものが生じてフレットと合わなくなってくるんですね。ですのでフレットを置いたとしても、そのギター、そのネックが悪いってわけではなくて、もうそれは自然に起こり得ることですね。やっぱりその金属と木材というところで木材の変化、それによって浮きが生じてきます。また私もよくリフレットをする際に気づくんですが、リフレットの際はこう指板を削るんですね。指板を削ってると、あ、この指板結構硬いなとか、あ、この指板結構柔らかいなっていうのを感じます。傾向としては柔らかめの指板はやっぱりこうフレットの食いつきがちょっと弱くなっていることが多いですね。ただそれも悪いことではなくて、まあ、木材の性質かなと思います。このレスポールも98年製ですので結構時間経ってますね。ですのでそれに伴うもう状態の変化、それぐらいにも考えていいのかなと思います。今までの流れを見ていますと、フレットが浮くのは分かったけど、フレットが浮いたらじゃあどうすればいいのかという疑問が生まれると思います。フレットの浮きは対処することができます。例えばですが、またネックを横から見たとして、フレットが浮いていますと、そういう状態だとします。この状態に対しての対処法は、この隙間に接着剤を流し込んで上から圧力をかけて押し固める、そういった処置を取ります。ただ今のようにフレットを押し固めても、例えばこうフレットがあって、まあ、これが浮いているフレットだとして、まあ、これ接着剤を流し込んで押し固めたとしても、まあ、それでもフレットの段差が残ってしまうことはあります。フレットを押し固めた上でも、例えばこれが押し固めたフレットだとして、それでもこうフレットの段差が生じてしまうことっていうのもよくあります。そういう状態に対しましては、弦の振幅に合わせてフレットのバランスを整えます。この部分をこう削って弦の振幅に各フレットの頂点を合わせていく、そういうイメージですね。これにより音詰まりを解消することができます。ただもう隙間が大きすぎるとか、もう指板の R とフレットの R があまりにも違いすぎている場合というのは、まあ、フレットを打ち直す、そういった必要が出てくることもあります。お持ちのギターが特定のポジションで音詰まりが目立つ場合には、フレットが浮いている可能性は十分に高いです。ただしなんですが、もちろんネックの反りの個性の影響であったりとか、その個性の影響でのフレットバランスの乱れということもあるので、それがその音詰まりが実際フレット浮きのせいで起こってるかっていうのは、なかなかこう見分けが難しくもあるんですね。ではありますが、こういうふうにフレットが見えたら浮いている可能性が高いという見分け方が2つあります。1つが、まずネックを横から見てみます。横から見た時にフレットの両端ですねと指板の間に隙間がないかなという視点で見てみる。実際6弦が1弦がをこうちゃんと見てもらいますと、少なからず隙間があるっていうのは割と普通でもあります。でそういった、まあ、ちょっとした隙間であれば、まあ、浮きという方でもなかったり、あまり影響はなかったりするんですが、その隙間がもう目に見えてパッと見ただけでも隙間があるように見えるという度合いであって、そしてそのフレットの1個前のフレットを押さえて弾いた時にビーンとビビリが出るようであれば、その隙間があるフレットはもう浮いています。そしてもう一つの見方が、フレットの周り、フレットの周りが汚いと言いますか、汚れが溜まってるように見えたらフレットが浮いている可能性が高いです。フレットの周りが汚れるということは、そこに隙間があるので汚れが溜まりやすくなるんですね。ですので、もしこうフレットをパッと見て、なんかこうフレットの横が汚いなと、まあ、汚いって言い方ちょっと雑な言い方ですが、まあフレットの横がちょっとこう汚れ溜まってるように見えるなと思いましたら、フレットが浮いている可能性が高いです。隙間があるから汚れが溜まりやすいんですね。
まあ、そういった汚れがあるように見えましたら、まあ、本当歯ブラシとかもう適当なブラシでいいですので、その歯盤の周りをゴシゴシとこすって汚れを取ってあげると隙間が見えてくるということもあります。もしお持ちのギターで部分的な音詰まりがあって、そのフレットの1個ブリッジ寄りのフレットの周りがちょっと汚いなって思われましたら、フレットの周りをゴシゴシこうこすって汚れを取り除いていただきますと隙間が出てくるかもしれません。以上、フレットについて、フレットの浮きの性質とそれによる影響のお話でした。まあ、これも何度も言うようでくどいですが、フレットが浮いているのはもう自然なことぐらいよくあることですので、フレットが浮いてるからといってそのギターが全然悪いわけではありません。もう本当によくあります。フレットが浮いてるのが悪いことではありませんので、その浮きに対して処置をして調整して、またこう気持ちよく弾ける状態にする、そういったことが大事かと思います。もしお持ちのギターで特定のポジションでの顕著な音詰まりを感じているようでしたら、一度フレットが浮いていないかなという観点で見てあげるといいかなと思います。以上、フレット浮きについてのお話でした。